白茶のビーチフロントにある高層高級サービスアパートメントハウマッチ。サディーカーエリです。マンビです。今日は私たちは白茶にやってきました。白茶といえば海ということで、もう海が裏にねすぐ見えるんですけれども、この物件はすぐ近くにアタラモールっていう小さいショッピングモール、その中にマックスバリュー日系スーパーも入っています。さあ今日ご紹介するのはこちら、オークウッドホテル&レジデンスシラチャーということで、ホテル系レジデンスですね。高級なホテルはとにかく安全ですね。さあ早速行ってみましょう。お邪魔しまーす。はい、すごい、かわいい。かわいいですね。すごく素敵なお部屋だね。ショールームのお部屋を見せてもらうんで、とってももうなんかインテリアがとんでもなくかわいいんだけど、まぁ、ちょっとずつ見ていきましょう。今回、ワンベッドルーム51平米のお部屋だそうで、なんとシービューなんだって。とりあえずシーを見に行きましょう。シラチャといえばシービューですよね。なので皆さん、なるべくシービューをリクエストしてください。さあ、本当に見えるかな、うん、じゃじゃーん。わー、素敵。毎日海が見える生活がここで叶います。では玄関の方からもう一度見ていきましょう。なんとスーツケースやゴルフバッグまたはベビーカーなどを入れるスペースがございました。 そっちは、あー、洗濯機です。ちゃんとここに扉がつくことで洗濯機が見えないので生活感がないんだよね。で今キッチン目の前、素敵なキッチン。ここ築年数どれくらいだ。2018年築なんですけど、すごくね、新しい感じとってもまだまだ綺麗です。ではまずこのシンク、なんかおしゃれな形じゃない。こういうのもあるし、もちろん一番大事な電子レンジ。もし単身の方だったりとかしたら電子レンジがあればとりあえず基本生活できますので。あとはコンロが2口ございます。あとはさっきあのスタッフさんが言ってたんだけど、この水2本はなんと毎日ついてくるんだって。毎日必ず2本、これも嬉しいポイントです。じゃちょっと引き出し開けてみようよ。すごいいっぱい入ってるよ。なんか、まあ、ここはモデルルームなのでちょっと普段よりも多めに入ってると思います。こんなたくさんスプーンとかも入っていて、こちらも最初ついてくると思います。では横の冷蔵庫を見ていきましょう。大きいですね。大きいね。一人暮らしだったらやっぱ大きすぎるから、ご夫婦とか3人暮らしくらいでもいいかもね。お酒もたくさん入れられます。キッチンはこんな感じで、こちらに全身鏡がございます。全身鏡で毎日チェックしてから仕事に行くということですね。ここめっちゃ可愛くないですか。こちらダイニング、ご夫婦船、海を見ながらご飯が食べれる。で小さい子いる方はこっちに子供用の椅子を自分で買ったりしてもいいしね、うん、でこういうデコレートもおしゃれモデルだと思いますけど、うん、自分の好きなものを置いたりしてね。でこのまま行くとリビングがございます。こんな感じです。海をちょっと横目に見ながらテレビを見て、そしてコーヒーを飲みました。で私さっき資料を見たところ、日本のテレビ番組が何チャンネルかつくらしいので、それはイノシさんにご確認ください。でベランダに行くと、ベランダにも椅子があるので海見ながら、あとは洗濯物を室内干しではなくて外に出したい方もベランダがあることによってできますので、こんな感じです。気持ちよさそう。毎朝ねここで美味しいコーヒー飲みたいですね。では皆さん、気になる寝室ですね。一人で寝たり、ご夫婦で寝たり、またお子さんと3人で寝てみたりとかして、わ、まずねとっても素敵な、こちらお化粧をしたり仕事をするスペースがありますね。でこちらにクローゼットがまずあるんですよ。はい、あ、こんな感じです。天井が高いのでかなり上まで収納できてありがたいですね。そしてもう一つこっち側にも収納があるんですね。こうやって靴下、下着とかも分けられるようになっています。そしてセーフティーボックスもちゃんとあるし、ありがたいね。あと私さ、寝室で今ちょっと思ったのが、ブルーの壁紙って、これ他の部屋もそうなのかな。すごくこう海の街しらちゃっていうのが壁紙から感じられる。皆さんお待ちかねのベッドです。大きな大きなキングベッド。わあ、ふかふかだ。なんと言っても嬉しいのが、見てください、バブちゃん、カーテン開けてもらえますか。毎朝起きてこのビューです。夕方になると潮が満ちてとても綺麗です。なんとですね、ここお掃除サービス毎日入ります。そしてこういったリネンの取り替えは週に2回も入ってくれます。掃除毎日ってすごいよね。ありがたいです。ありがたい、うん、じゃあこちら寝室に扉がありますので、そちら行ってみましょう。
じゃじゃーん、こちらです。お、かわいい足。大きいお風呂だ。こちらがお手洗いとバスタブですね。まずじゃあちょっと手前のお手洗いから見ていきましょうか。お手洗いもすごく綺麗。ワッシュレットもついてますし。もう程度だからトイレペーパーは追加してる。してくれると思います。そうかも。トイレットペーパー永遠に買わなくて大丈夫なところかもしれませんね。そしてこちらもとっても綺麗で可愛らしい。と憧れですよね。ねえ、ちょっとこのタイルな感じがまた可愛いね。あ、そこも収納じゃん。嬉しい。歯磨き粉とか化粧水とか中にしまっておけるから生活感が出ないんですよ。そしてこちらかなり大きなお風呂場です。まずここで洗い場、大きなとても広い洗い場がありまして、こっちにこれまた大きなバスタブがついております。水圧チェックをしましょう。お、最初からすごい。固定数何点でしょう。 4.5。ファシリティのフロアには本当にいろいろあるんですけど、まずはこちら、じゃじゃん、ビリヤードルーム。なんと日本人の方には嬉しいこちら温泉です。男女で分かれています。じゃあ早速入っていきましょう。へぇ、いい香りです。わぁ、シービュー温泉です。そして出たらすぐにここにサウナがありますので、温泉サウナ、温泉サウナと楽しめます。ゆっくり楽しみたいね。こちら目の前にはなんとインフィニティプール。本当に目の前が海で、海の中を泳いでるような感じになるんです。日焼けもできそうね。在宅勤務の方には嬉しいビジネスルームがあるんです。今ね、中には実際皆さんパソコンカチャカチャやってる方々がいっぱいいます。リモートワークの時は気分転換でこっちで働いてもいいですね、うん。皆さんのど真ん中で海も見えて最高。みんなの生活見えました。家族で来る皆さん、キッズルームがあるんです。結構広いんじゃない？ロールプールだったり滑り台と体を動かして遊ぶスペースがあるので、雨の日でも安全です。こんな感じで寝ながら面倒を見て、ああ、はい、いい音で。幸せですね。さすが高級ホテルのジムという感じで、とっても広い。広いですね。なんかランニングもいろいろなマシンもあって、筋トレもできて、もう豊富です。ジム以外にもですね、なんとヨガルームというのがあるんです。ヨガマットやボールも借りれて、自分のトレーナーさんを呼んでここへできるそうですよ。こちらゴルフルームで、練習もたくさんできますね。ゴルフはみんなするから嬉しいよね、やっぱり。そして目の前にはなんとカラオケルームだって。すごい、カラオケルームがあって、家族やお友達を呼んでカラオケができる部屋なんです。ホテル内で何でもできちゃうですね。なんとこちらの物件48階最上階にはバー&レストランがあるんです。すごいおしゃれ。48階でシービューだよ。見てください。こんなのロマンチックに決まってるじゃないですか。あ、すごい。しかもですね、これインドアですけれども、アウトドアのもありますか。席もあるので、ちょっとそっちも皆さん行ってみましょう。鍵がね、今バーの時間帯じゃないので閉まってるんですけど、わかりますか、この海に沿って椅子があってですね、皆さんそこでちょっとビールとか飲みながら、これが家の中でできるんだよ。すごい、もう有名の家じゃないですか、うん、これ最高ですよ、うん。皆さんこちら有料になりますが、朝食はこちらでビュッフェがあるんですよ。今はお昼なので、インターナショナルな料理が楽しめるみたいなので、ちょっと見てみます。じゃじゃん、かなり広いレストランになっています。そしてなんと奥にはキッズエリアもありました。家族連れに嬉しいです。ロビーエリアにはカフェもあるんですよ。こんな感じにコーヒーやこのようなケーキなどを楽しめますね。はい、の時間がやってまいりました。いや、今日の物件は最高だったね。すごい素敵ですね。とにかくファシリティがたくさん、そしてこのシービューバーやレストランもたくさん入ってて、ここに住んでたらさ、出なくてもいいくらいだもんね。このシラチャエリア、そしてシービュー、そしてこのラグジュアリーなホテル系サービスアパートに住みたいという方にとってもおすすめの物件です。それでは物件の方まとめていきます。
エリアは白茶の中心地でマックスバリューやアタラモールが近くにございます。物件は2018年築48階建てホテル系サービスアパートになります。お部屋はワンベッドルーム51平米です。サービスはメイドサービス、水道代、インターネット、日本のテレビ込み、朝食は有料でございます。ファシリティはプール、ジム、キッズルーム、サービスカー、朝食会場、バーベキュースペース、大浴場、会議室とございます。ファシリティがありすぎるね。ありすぎますね。ね、しかもお掃除サービス毎日入ります。これはね、家賃高いと思いますよ。今日はバンビちゃんにお願いします。行きますか。はい、それではワンベッドルーム51平米おいくらからでしょうか。6万5000バーツから。サーディカー、サーディカー、ハーク、父さん、ナンバーワン、チャイ、シェルも、父さん、ナンバーワン、チャイ、その名も、テラシー、タイランド、オープンカー、オープンカー、ワンベッドルーム、4万5000バーツから。今日の動画が良かったら、いいねボタン押してね。気になることがあったら、どんどん